それで僕のとこに来たってわけ？おやすみ。もう一人自分の中にいる経験が長いのはあなただから。お前、僕に対してだけなんでそんなにずぶといんだ。で、お前はその声を何だと思うんだよ。よくないもの。こっちを殺しにかかってくるやつを止めようとするのは悪か？あそこまでするべきじゃなかったような。でも、ああするしかなかったって。生き残ったから後悔できる。はあ、まあ今のお前がそうそう簡単に死ねるとは思わないけど。あの声はドラゴンの声なの？それとも。さあ、少なくともお前の中から出てきた声には違いないよ。もう眠い。行け。ありがとう。お前はドラゴンが人を呪い狂った声を聞いた。僕のいつかを味わった。敵意と悪意の在りかを見た。声に導かれて誰かを傷つけることを知った。一度相手に牙を向けることを知ったならどう転んだって何も知らない頃にはもう戻れないさ。